新日光駅は大阪府仙南郡三崎町にある南海電気鉄道棚川線の駅。駅番号は NK41 から2、単式一面一線のプラットホームを持つ地平駅である。棚川線の駅では唯一、開設当初から列車交換が不可能な駅構造となっている。ホームは線路から見て北側にある。 直通急行廃止に伴い比較的長編成の列車の乗り入れはなくなったため、ホームには2両分を残して作画されている。また、三崎公園駅寄りにある駅舎には、かつて繁忙期に使用されていた臨時改札口の跡が残っている。トイレは設置されている。二千十九年時の調査結果では、一日あたりの平均乗降客数は九十八人となっており、 南海の駅全体では100駅中76位である。駅からすぐ南に、三崎町役場があり、役場前からは、町内巡回バスのミニループバス三崎が、各方面へ連絡している。また、近隣の徒歩県内に多くはや、三崎緑が丘郵便局がある。駅のすぐ北に新日光があり、かつてはここから、淡路東方面への大阪湾フェリー、新飛海運及び、 徳島方面への徳島フェリーが発着していた。しかし、徳島航路は大鳴門橋の供用開始後に廃止されたほか、淡路航路も関西国際空港の開港と前後して、泉佐野港発着に変更された。さらに友ヶ島への航路も休止、再開後は発着港が、田港へ変更されたため、新日港からの定期旅客航路は全てなくなった。ありがとうございます。